はい、おはようございます。今日は大須の宿に来ています。見ての感じすごい濁流、台風、あと最近ね雷が夕方来てて、まあ、それで上流の方で多分降った雨がこっちの中川の本流の方に流れて、まあ、こんな風にすごく濁ってるんじゃないかなと思います。今からちょっと鮎飯を食べたいと思います。うわーすごい、見ての通り中川の濃い感じね。持ってね、生麩も入れてかなり大きいよ、50センチありそうな生麩、ワタリガニみたいなのもいるよね。うん、ちょっと色が悪いけど、みんな嫌なで魚が取れるのを待ってる感じかな。これ今日はかなり流れが強いんで魚も入りそうな感じはするけど、はい、鮎丼とお進行です。お醤油はいらない、食べ物割り箸、はい、はい、超絶うまそう。Thank you.